被爆法文5月隊は、日本の陸上自衛官、三菱重工業株式会社顧問、全日本柔道連盟理事、福岡県出身の陸上自衛官である、第10師団長や中部方面総監を経て、第32代陸上幕僚長に就任した。2009年に訪米した際には、アーリントン国立墓地や、ウォルターリード陸軍医療センターのほか、 ワシントン DC の第二次世界大戦日系アメリカ人愛国記念碑を訪れた。当時陸上幕僚長だった日箱はそれまで同記念碑を訪れた者の,のうち最高位の自衛官であったという。2011年に退官し、その後は三菱重工業に顧問として再就職した日本戦略研究フォーラム評議員国家基本問題研究処理事も務める。 2011年3月11日、東日本大震災の発生した際、陸上幕僚長の職にあった、ひ箱は、防衛事務次官室において防衛省幹部と会議を行っていた。強い揺れとマグニチュード8.4の地震が発生したことを報道で知った、ひ箱は、会議を行っていた11階から、陸上幕僚長執務室のある4階まで階段で駆け降りた。 執務室に戻った、火箱は、まず、東北方面総監、水塚栄治陸将に連絡、ついで各方面隊、資料団に出動を加盟した。防衛大臣や、各県知事からの災害派遣要請は、まだなく、火箱の行動は独断であり文民統制から、逸脱する、可能性があった。しかし、同日午後3時半の対策会議で、火箱の独断は追認された。 ありがとうございます。